You're listening to Shibuya Cross FM。 オオカミ少年の君こそスターだー。よいしょー、よし、ありがとうございますね。というわけでございます、はい、オオカミ少年片岡でございます。そしてオオカミ少年浜口です。はい、科学と森田くんでーす。お願いいたします。さあ、今日すごいですね、はいはい、人がね、人がね、あ、ゲストの方が、ちょっと小話してる、はい、どうぞ、はい、最近ね、はい、お家の靴下がなくなるんですけど、どういうことですか。12個ぐらい、片一個しかないんです、うん、それ何、外に洗濯物干してるパターン、いや、室内ですけど、あ、そう、日に日に、なくなってくるんです。知らねえよ。で、やっとこう見つけて、うん、ワンペアあー、何かさ、え、どういうタイプの洗濯機なの？こういうタイプ？普通、いや、普通のやつ、普通のやつ、下に入れるから、オールドタイプね、縦型式ですね。だからもう俺、妖怪が取ってんじゃねえかなと思って。どんな妖怪だよ。妖怪靴下トールがいるんじゃねえかなと。聞いたことねえ、靴下トール。これ原因は分かったの？分かんないです。多分、その洗濯するときに、片っぽずつ入れてんじゃないかなと。え？だその洗濯するカゴに入れるじゃないですか、でザーって取るじゃないですか、その時に一人だけ持ってって、もう一人のワンペアの方を置き去りにしたまんま、そのカゴの方に、あるのもあるけど、現れる順番が違うみたいな、そう、でもなくなってくんですよ。だから妖怪靴下トールがいるじゃないですか。気に入っちゃったのか、それ。ぜひね、その検証していただきたい。どうやって検証するんだよ。というわけでございました。本日のゲストは大塚ドリームショーの皆さんです。よろしくお願いします。ということでございまして、じゃあ自己紹介いいですか。はい、3時58分の小島美穂です。今回、ハニートラップのブルーチームに出演させていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、3時58分じゃん。はい。3時58分って言うともう過ぎてますけどね、はい、あ、そうですね、ちょっと夜過ぎちゃったんですよ。森田さん、はい、もう大体そういうの言うのを大体おじさんのことなんですよ。飲み屋でよく聞く。はい、なんでなの、理由は。理由は、ここの隣に今座ってる新崎ちなみっていう、2人でプロデューサーを、私も3時58分です、はい、してるんですけれども、前のグループ、はい、そうですね、アイドルグループです。前のアイドルグループから同じように活動してて、はい、で、2人でグループ立ち上げようってなった時に、ずっとグループの名前を、いや、すごい、なんか動いてんな、ファンの方です。狂気な人いるよ、狂気者が。3時58分でユニットがもともとあったの？いや、違います。新しくプロデューサーで、はい、プロデューサー、まだデビュー前らしい。はい、デビュー前です。1月15日でエビスクレアートさんでデビューさせていただくんで。おー、告知を入れました。すごいですね。すごいわ。ドヤ顔で入れ込んできたよ。番組に盛り上げた後にやることですけど、ね、3時58分っていうアイドルをプロデュースしてんの、はい、そうです、2人で。なるほど。セルフグループがいるってことですね。そうで、兼任なんですよ。兼任ですね。セルフプロデュースなんです。はい、ね、タリシゲと一緒ね。ああ、フレームマネージャー。選手兼。いや、ばあちゃん野球好きだから分かったけど。あ、古田と一緒ね。古田と一緒。選手兼。ドロンツァンだ。なんか、何人ぐらいいるんですか？7人グループです。7人なんだ。はい、じゃあ、これからデビューを控えてるということでございます。どのタイミングお茶飲んでるの？ゲストの人が一生懸命喋ってくれて、なんだお前ジジイみたいにさ、お茶飲んでる。靴下がなくなるからさ、知らねえよ、靴下の話は。いいよ、靴下。そしてお隣、はい、同じく3時58分の新崎ちなみと申します。新崎さん、はい、私もブルーチームです、はい、ね、ブルーチームですよね、はい、昨日深夜稽古でお会いしましたもんね。はい、はい、どうですか、ブルーチームは。どうですか、なんか舞台は結構やってんですか。そうですね、はい、舞台はやらせていただいて、私はほぼ初めてです、はい、あ、そうなんだ。だけどね、結構ね、二人ともお笑い感覚は良かったのよ、はい、え、そうなんだ。お芝居はこれからね、覚えていかなきゃいけない、はい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 、そのなんか結構お芝居の中でもボケたりするタイミングとか上手くて、あれなんで上手いのって聞いたの、はい、俺、中村の演出に、はい、
なんかもともとなんかやってたんだよね、しずる。私がしずる村上さんのプロデュースでお笑いアイドルをずっとやっていて、そうなんですよ。そうなんですよ。ちゃんがプロデュースするなんかアイドルの人がお笑いやるみたいのの、はい、ちなみちゃんはハイキさんだよね。そうです、そうです。ちょっとなんかボケのタイミングうまいの、しずるさん仕込みで。ずっとそうです、お笑いをこう、はい、中学生の時からお笑いライブ出てて。出てたんすね。そうなんだ。なんかさっき楽屋で、はい、どういう経歴なんすか、芸歴とかいくつなんすかって聞いてて、うん、なんか最近の芸歴について教えてくれるんですけど、うん、その最初の方の何にも口ごもっちゃって教えてくれなかったんですけど、暗黒時代になってんすか。暗黒時代になってんすか。バラされたくなかったんじゃないですか。言っちゃいけなかったんじゃないですか。言っちゃいけない。パンドラが言っちゃいましたよ。その時はコンビで、コンビで、そうです、事務所入ってお笑いやってました。本気でやってた。本当にやってました。ちょっと言えないんですけど。言えないし。いろいろあって言えない。言えない事務所の話。曲紹介の時に一気に聞いてよ。はい、35ジャップのお二人です。はい。通称4時前ですね。通称4時前。4時前で今ね。通称4時前ね。はい。そしてお隣。はい。スリートリーという声優事務所に研究生として所属してます、はい、清田恵梨香と申します。清田さんですよ、ピンクチームに。声 優、はい、声優ですね、ピンクチーム、はい、前回かなんか出れなかったんですね、前々回がね。そうですね、はい、すいません。いや、とんでもない、とんでもない、楽しみしてたんですよ。本当ですか。プロデューサーブチ切れてましたよ。いや、すいませんでした。切れた、そんなこと。はい、なんで清田ちゃん来ねえんだよって。切れないでしょ。初めましてですね。はい、初めまして。よろしくお願いします。声優を やってるってことですか。はい、声優をやらせていただいてます。何をやってるんですか。まだ代表的な作品とかじゃなくて、はい、映画のガヤとか、はい、そういうのにやらせていただいてます、はい、なんかあれなんですよね、はい、声優さんでいろいろ仕事決まっていくとなんか契約書みたいなのやって、はい、何やったかあんま言えないのとかもあるんですよね。あ、そうですね、企業さんとかは結構言わないでくれって言われる。そうそうそう、なんですね。いっても僕もずっとやってますからね、はい、確かに、はい、そうですね。15年、15年もやられてますからね、はい、そうなんです。ディズニーの中のね、はい、そうですね、売れてない時の吉沢亮さんと。ああ、そうそう、吉沢くんをずっとね、僕がね、教えてたの。緊張しなくていいよ、つって。そうなんですね。そう、一気に売れちゃってね。この前すれ違ったら気づいてなかったんじゃないかな。いやいや、そんなことない。こう寄ってきました。ちゃんと覚えてくれてましたね。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして後ろ、はい、チームブルーとチームピンクに出演します、はい、大塚ドリームショーの団地妻こと飛田奈緒です。団地妻、あれ、いや、団地妻っていうキーワードが合いますよね。あ、ありがとうございます。はい、2人ですよ。いな、ね、昨日深夜稽古ですよ、はい、もうその、はい、もうまだね、覚える段階なのに飛田ちゃんも全力投球で、はい、だいぶ引っ張ってくれててね。ありがとうございます。すごいですね。すごい。やっぱり今回あのブルーチームの、まあ、スパイ集団なんですけど、うん、リーダーなので、うん、まあ、ちょっとリーダーとして頑張ろうかなと思いまして。いやピンクチームも出るらしいですよ。そうなんです、はい、ピンクも出てます。やっぱね、ひだちゃんが現場いると安心しますね、うん、すごい引っ張ってってくれてるんでね。ありがとうございます。どうですか、3時58分から見るとひださんどうですか、怖いですか。私たち、そうですね、めちゃくちゃ優しく、めちゃくちゃ優しい、はい、団地妻喜んでます。これが好きだった。同じスパイ集団なんですよ。あ、そうだね。セットって感じで動かせていただいてるんで、うん、何でも教えてくれて、何でも聞いていいよって。優しい、優しいです。もっと言ってください。だってやっぱこの2人もね、結構メイン役ですから、はい、ここから2人がどこまで芝居力上がるか、はい、アドリブが出てくるかとかで、はい、だいぶ変わりますもんね、ブルーね。いや、本当に変わってくると思います、ね、めちゃくちゃプレッシャーかける。本当に2人のポテンシャルめっちゃ高いんで、あ、一言言うとすぐできるんですよ。あら、あ、すごい、すごい、すごい、めっちゃ分け、俺の理想。多分もう経験超えですね、これはね。楽しみ。ひだちゃんいたらね、いい感じになると思います。いいね。そしてお隣、はい、私30半ば40前の上原のピンクサコと申します。よろしくお願いします。ピンクチームでございます。ピンクチームです。お願いします。まーちゃん、一時ね、はい、お仕事でダイエットされて、はい、ちょっとどうされました、なんか、何が言いたいんですか。あの、ちょっとここら辺がパンパン丸じゃないかっていう。え、パンパン丸ですよ。30も過ぎるともう痩せないんですよ、うまいこと。だけど一時すごい痩せたじゃないですか。ダイエットしてまた戻ってきたってことですか。戻ってきました、3.5キロ、はい、もう
軽く。なかなか食事制限とか、はい、でもこっから2週間で4キロ戻そうと頑張ります、昨日から頑張ります。だって AI クイッといってさ、こういっちゃったら止まらないよ、はい、しかもこの年末に。そうなんですよね、 今やんないとまた戻っちゃうので。いいんじゃない、ちょっとやだ、いいやだ、いい、気にしてるの30代ちょっと、なんだ、ちょっと何を聞かされてるんだ。だっていいじゃないですか。いやでもなんか記憶なく食べてることが多いみたいで、この人は。それお酒飲んで酔っ払って帰ってきて、あの、うん、朝起きたら牛丼を両手に抱えてたこと。それいかんな。だってまあね、2個、2個抱えてたことか。松屋がそこにあるからいけないです。そう、家の近くに松屋がありますから。それはいけない。もともと浜口さんあるんですよ、まーちゃんは、はい、あのブギウギパンツ団のファンだったんですよ。だから2連者の荒川さん、はい、荒川さんと一緒に住んでたんですよ。そうなんですか。ちょっともうテンション上がります。そうなんですね。そうです、高校生の時からすごいファンで。へぇ、荒川さんがちょっと本店丸ってネットがいるんだけど、はい、それは浜口さんのいつも餌あげてました。荒川さんっていうのごめんなさいね、なんか僕らのね先輩いたんですよ、はい、もう結構天才芸人でね。そうまあ今はやめてサッカーをやられてるんですよ、はい、面白かったね、ブギウギパンツだね。面白かったです、後の2連ジャーも。だからもしかしたら、うん、どっかで会ってたかもしれない。そうですね。なるほど、確かに。お久しぶりです。いやいや、覚えてない。メジロハウス来た。はい、メジロハウス来た。来てないです。来てない。はい、あ、そう、あ、会ってないかもしれない。あ、まあまあ、その会場とかでね、そうですね、何人か会ってるかもしれないです、はい、来てましたからね、女子が。まあそれ、来ることもあるんじゃないですか、荒川さんも会ってるでしょうか。なんだその感じ。何が言いたいんですか。何が言いたいんですか。靴下の話とか邪魔ばっかして。進行の邪魔をするじゃん。邪魔。そしてお隣。いやいや浜口さん、はい、前回、はい、キャバ嬢軍団のリーダーで参りました、バーゲンセールわさびです。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。覚えてます。もちろん。ここでゴールド の, あのおっぱい、おっぱいをたくさん見ていただいてありがとうございました。覚えてます。はい、で、あの相方なんですよ、さっき喋った上原が。お笑い芸人なん。はい、このバーゲンセールっていう、バーゲンセールと申します。あの、だって下ネタの時とか一緒に出てたじゃないですか。そうです、そうです、はい、ああ出てますね、大塚ドリームシアターのね、はい、これ絶対覚えてねえじゃん。そこは覚えておいてください、そこは。ほんと覚えておいてください。そこは忘れない。もう焼き付けましょう。まーちゃん、はい、初だっけ。初じゃないけど、まだもう銀河さんの感じで初なのかなと思ってたけど、ここは初じゃないんですけど、浜さんとお会いするのは初です。初ですよ。なるほど、そういうことね。でね、野球もなんかお互いお好きだし、はい、まーちゃんめちゃめちゃ巨人ファンです。巨人ファン、巨人ファンです。誰ファンですか。上原と阿部慎之助です。あ、最高です。上原ね、大好きなんです、ね、今日決まっても最高の、はい、決まりましたから上原。続くの上原、巨人、はい、なるほど、19番で、はい、あ、素晴らしい、はい、みたいですよ、よろしくお願いします。だからもう合わせたくてしょうがなかったですよ、はい、やっと一緒にやっ、ね、よろしくお願いします。わさびちゃん今朝日芸能に、はい、なんか綺麗すぎる女芸人みたいなね、はい、乗ってますよね。そうなんです。今週の朝日芸能の、はい、あのセクシーすぎる女芸人12人の、はい、そう、うちの一人で、へー、もう一人はまーちゃんですよね。乗ってないんですよね。そういう時ってさ、どういうオファーで来るの。そのわさびさんだけ出てくださいとか。いや、そうなんだみたいなんですけど、それが、あの、何も聞かされてなくてですね、ファンの方から、なんか乗ってるよみたいな告知しなきゃダメじゃん、え、そうなんだ、そうなんだ、っていうのが来て、ツイッターで、で、え、何これって言ってマネージャーさんに確認したら、ごめん、言うの忘れてたみたいな。勝手に。だから、私全然撮影もしてないし、なのに謎の水着写真が載ってるんですよ。あれ、いつの写真なの。多分数年前に撮ったやつだと思うんですけど、記憶には残ってない。白い水着でこう写ってる。おお、びっくりしました。だから、まーちゃんどうしたのかな。私なんかね、まだ、お前この後乗るんじゃないですか。そんなに毎週は特集しないの。あ、そうなんですか。結構皆さんコンビとかで綺麗綺麗って乗ってるのに、まーちゃんの資料写真みたいに下の方に。クソつまんない世界ですよ。それはどんな方が乗ってるんですか。あ、ま、あの、ま、芸人さんじゃないですけど、R1 の決勝に行かれて川村美久ちゃんとか、 あと紺野ブルマさんとか、二人ばっかり、はい、あとあの、ね、バーンさんとか、はいはい、そこら辺がみたいなね。じゃあ素晴らしい、皆さんまた朝日芸能見てくださいというわけでございまして、この番組は、はい、夢を追っかける人を全力で応援します、大塚ドリームシアターの提供でお送りしております。
さあ、というわけでございまして、はい、一旦ここでもう曲いっちゃいます、うん、あ、曲いっちゃいますかね、今日はどんな曲をかけていただけるんでしょうか。今日はですね、はい、ヘッジホッグマリーズさんで、はい、スカーレットという曲でございます。わかりました。ヘッジホッグマリーズ、はい、ヘッジホッグマリーズでスカーレット、どうぞ。引き続き今週のゲストは大塚ドリームショーの皆さんです。イエーイ。ということでここからは狼少年浜口さんの似顔絵コーナー。イエーイ。あのね、浜口さん、はい、まあ、周囲者から2回ね、はい、あの読み切り漫画家デビューしてるんですよ、はい、で普段本当に似顔絵師みたいなこともしてて、最近ちょっと番組のイラストとかもやってるんですよ、はい、でこの中でね、うん、
あのもしも浜口座から書いてほしいっていう人がいれば1名様に限り書きますので、はいはい、いなければ書かないです。わかりました。じゃあ聞きますよ私。いなければ片場さん、一番元気だった人、片場さん書きます。俺を書く。それはそれで見たいですよ。確かに。相方を書くってゲストの方書きましょうよ。じゃあ聞きますよ、はい、狼少年浜口画伯に似顔絵描いてほしい人、はい、ちなみに、はい、一番その顔の造形的に書き応えあるわこいつっていうのは誰ですか。書き応えですか。あ、いや、それは差はないですよ。差はない、はい、あ、そうなんですね、はいはい。どこで特徴を捉えてるんですか。あ、いや、いや、なんだろう、それ30分かかるよ、喋ると。僕らね、講演会みたいなのやってて、はい、似顔絵というのは、絵というのは丸と三角と四角のバランスで全て描けるっていう構造。じゃあ、 あの丸と三角と四角さえ描ければ誰だって上手に描ける。いや、絶対そんなことない。絶対そんなことない。じゃあどうしますか、ハク、この6人で。むずいな。毎回悩むな。悩むよ。パッと言ってくれ、パッと。じゃあ、彼女。はい、あ、なるほど。じゃあ、清田さん、はい、じゃあ、エリカちゃん、お願いします。いいの。じゃあ、エリカちゃん、普通にしといてもらっていいですか。はい、今まで似顔絵とか描いてもらったことあります。全然ないです。あ、じゃあいいです、はい、いいです、嬉しい。今おいくつですか。25です。あ、そうなの。なんかもっと若く見えますね。あ、でもよく言っていただきます。よく言っていただきます。よく言っていただきます。前回の大塚ドリームショーでは、うん、あのメインの4人のうちの1人をやっていて、はい、高校生のキャッチで高校生のわけだったんで、はい、高校生もできちゃう女優さんなんです、ね、うん、できちゃう、うん。いやでも高校生はさすがに最近ちょっと無理があるなって思ってきました。そうなんだ。でもね、本当ですか。めちゃめちゃ酒飲めるんですよ。へぇー、何回まで付き合ってくれたりとかするんですよ。大好きなんですよ。最高の後輩なんですよ。いいね。大好き。わさびちゃんのこのやっぱ裏回しパワーがあるね。あ、いいですね。心心強いです。やめてやめてやめて、はい、パワーがね、パワーいいです。私パワー上沼恵美子さんに近づくのやだよ。一番右端、さあ、というわけでございまして、続いては森田くんお願いします。はい、ということで、質問ボーイズのコーナー、よいしょ。はい、ということでですね、こちらのコーナーはですね、毎週やっておりますゲストの皆様のですね、関係者が調査や、うん、SNS を調べてちょっと気になる点をちょっと質問しながら、それぞれ掘り下げていこうというコーナーでございます。はい、はい、はい。ということで、じゃあ早速もう行っちゃっていいですかね。ぜひぜひ。はい、じゃあ、まあ、せっかく来ていただいたんで、ちょっと若手の4時前ちゃんのお二人から行っていいですか。はい、はい、はい、まあ、お二人はまあセルフプロデュースということで、まあ、あの先ほども言っていましたけども、はい、まず新崎さん、ちなみさんの方なんですけど、まあ、そのちょっとこれ言われるの嫌だっていうのがあるらしくて、はい、うん、2人でプロデュースって言っても結局大人やってんじゃないのって言われるとすごい嫌らしいんです。はい、そうなんです。 めちゃくちゃよく言われるんですよ。なんかでも大人勝ちだよね。そうなんですよ。大人が言ってんじゃないですか。もうね、完全に完全お金の管理とか、うん、スケジュール、あの箱ブッキングとかしたりとか、そういうのも全部本当に2人だけでやってるんです。すごい、それはすごいですよ。めちゃくちゃ大変ですよね。めちゃくちゃ大変です。寝る暇ないですよね。寝てないですね、本当に今。本当に本当に今寝てないです。忙しいんだ。一番忙しかったです。1月15日です。115か。恵比寿クレアートです。また来たよ。差し込み、さすがセルフプロデュースですね。大事だよ。じゃあそこに向けて衣装やら何やら、はい、そうです、そうです。衣装も全部、ね、衣装も全部2人で、はい、作って、はい、うわー、手で、いや、デザインが私担当で、はい、それをまあ衣装さんとかに掛け合わせてとか、はい、だから今度ね、よかったらこの2人が今回ブルー公演出てよかったら、どっかのタイミングで4時前公演みたいなね。おー、いいじゃん。4時前のメンバーのストーリーのお芝居に今度やるんですよ。やるんですよ。2月にあるんです。2月に大塚ドリームシアターさんで、ドリームシアターで、はい、はい、私が演出でやらせていただきます。大塚ドリームシアターさん、そうなの。あの、はい、太郎さん主催、初恋太郎さん主催で。なるほど、そっちに書いてんだ。そうですね、まあ、元は書いていただいて、あと脚本の方で、
ファミリーですね、そうですね、はい、そうかそうか、初の、ありがとうございます、頑張ります、はい、素晴らしい。その相方の小島さんはね、はい、あのヘラヘラポンコツプロデューサーって言われるとキレるらしい。切れてない。あの、はい、いいですか？ヘラヘラポンコツプロデューサー。この人、こうやって自分からどんどん喋ったりとかするんですけど、うん、めちゃくちゃ仕事できなくて。さっき超大変じゃん。できる感ある。やってくれるんですよ。全部やってくれるし、うん、外交担当なのでいろんなこともやってくれるんですけど、うん、ちょっと忘れちゃったりとかして、マネージャーによく怒られてるって。プロデューサーがマネージャーに怒られてる、ね、この間も、うん、打ち上げ、前回やった舞台の打ち上げの日に、うん、スタジオ代、レッスンのスタジオを取らなくちゃいけなくて、でそれのなんかお金の関係も自分でやってるんで、振り込みをここにしてくださいってマネージャーに送られてきて、酔っ払いすぎてわけわかんなくなってて、次の日本番当日にスタジオが取れてなくて、マネージャーにブチ切れられる。わさび姉さん大好きパターンなんですね。そうですね、飲みます。じゃあもうわさび姉さんも行った方がいい。あ、確かに、はい、ぜひお酒道場に行った方がいいです。チーム主謀で、はい、なるほどね、そんな感じだ。じゃあ、はい、しっかり者のちなみちゃんと、はい、ちょっと抜けてるみほちゃんみたいな感じ。そうですね、はい、逆にみほちゃんからないの？そんなこと言うけど、ちなみもこうですみたいな。あ、確かに。ないですね。ないんかい。ないのね。じゃあしょうがない。ないですね。なんかあってよ。なんか普通に私生活でも仕事もすごいできるんですけど、私生活でもすごいちょっと抜けすぎてる部分が私が結構あるんで、なんだろう、なんか天然とまた違うんだよね。うん、なんかすごい。もう自分で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 言ってる、自分で言ってる、確かに自分で言ってやばいじゃん。バーデンセールみたいなもん。いやー、確かに、それを何が倒せる、そういう一緒一緒。いや、いいですよね。いいっすね。楽しみな二人でございます。素晴らしいっすね。さあ、次行きましょう。はい、ではですね、じゃあ、これ迷うな。じゃあ清田さん、はい、はい、はい、ですね、まあ、清田さん結構ね出てきてるんですけど、そうなの、はい、これが、うん、まずですね、はい、まあ、声優の仲間内の話らしい、はい、うふふふふふと笑うのは清田とサザエさんだけといじられてるらしいです。どういうこと？え、そうなの？そうなんです。すごいよくいじられるんですけど、うん、私笑い方は全然普通に笑ってるつもりなんですけど、すごいウフフって笑ってるってよく言われてて、ちょっと笑ってみてもらえ、え、笑、うん、普通にですね、はい、みたいな、そうですよね、な、普通だと思ってるんですけど、すごい、うん、笑うたびにウフフってまた言ったみたいないじりをよくされるんです。文字に起こしてみろって言われたら確かにウフフですね。あ、そうなのね。ウフフって出ちゃう。そうだ、はい、嘘ついてるね。僕は嘘ついてないですよ。あ、ウフフ言ってますね。あ、ほら、出た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 、ウフフウフフって言ってるよ、確かに。嘘ついてるだろ。嘘ついてない。嘘ついてないっす。お前嘘ついてるから自動的に出るというパブロフの犬みたいな感じになっちゃいました、ね、はい、複雑な。お前嘘ついてるの？嘘ついてないですよ。あー、じゃあ、あー、すごい。ほらほら、取れた感じだ。まだいけましたまだいけました。でもめちゃくちゃゲラなんで。あ、ゲラなんで。そうなんです。なんで、周りの売れない男芸人たちが、なんか、うん、何言っても笑ってくれるって言ってすごい。あー、あの、それはでも大事。もう売れない芸人って言ったら、もうアジアントールピーチキスとか傭兵とかも申し訳ないから。ちょっとちょっとって聞こえてきたわ。売れない芸人たち。そんな感じなんですね。人気者なんですね。さあ、そして他あります？あとです、まあ、清田さんが、あの、これですね、結構な、あれをしてます。清楚な顔して、結構下ネタが好きで、ローションという言葉がツボで、前回公演の打ち上げで、やめてください、本当に。いや、あの、前回写真撮影、メインを本当にやらせていただいてたんで、写真撮影の時に何でか分かんないんですけど、ペペローションの話になって、ペペローション、なんでペペローション、なんでか分かんないんですけど、そうなって、
すごい笑っちゃって、本当にゲラなんでそこですごい笑っちゃって、私だけハマっちゃって、そこからペペって言われだして、はい、そう、良平さんにペペってずっと言われてて、ペペペペって言われたんですね、はい、あ、そうなんだ、そうなんですよ。あの一くだりやっては、良平さんと一緒にやってたブリッジみたいなやつをやってよ。今は亡き良平さんね。今は亡き良平さん、今は亡き良平さん、今は頑張ってますよ、今は重大な、今は重大な、死んだの、もう亡くなりになったのかな、今必死に音響やってますよ、多分。そうですか、はい、え、あのくだりやってる、あのくだり、あれ覚えてる、あれですよね、3、2、1、ペーペーとヘイヘイみたいな感じです。もう嫌ですよ、あのー、森田、お前どうなってんの。いや、俺じゃないっす、俺じゃないっす、ほんとにキャッチの後のバー、バーで、あのピーチキスワングランプリっていうのがあって、そこでネタを、そうなんだ、そうなんです、ペペとヘイヘイで、ペペとヘイヘイで、もうペペあそこで捨てたつもりだったんですけど、まさかここで出てくるとは思ってなかったです。いや、なんかキャラ良かったね、印象的だったんだ、楽しみだな、いいじゃないですか、はい、さあ、じゃあ、はい、行きましょう、はい、ではですね、ちょっともうこれ下ネタつながりになっちゃうんですけど、下ネタつながり、ひださんなんです、あ、出た、ダンスマン、イエーイ、あったかな、やばい、正常ホルモン、誰かじゃない、いや、もう結構めちゃくちゃ来てるんですけど、あの、ちょうちあんこのひーさんと楽屋にいるとき下ネタが止まらない、そうだ、そうですね、ずっと下ネタやってます。どのレベルの下ネタですか。なんか結構な切れ味がある下ネタらしいですよ。切れ味が、切れ味、まあ、そうですね、結構あの、私男性陣を結構バサバサ切るのが好きで、どうなんかこう、なんだろう、結構なんか S 心が湧いてくるんですよね。だからなんかこう、昨日も靴舐めろよって言ってきました。誰に言った、松岡康さんに。あ、いや、なんか私の目の前にすごい座った、私のこと見てくるから、え、何好きなのって言ったら、はいって言うから、じゃあ足舐めてって言う。限界が来たそれっていうような。じゃあ人を見てなんか言いたくなるの、はい、あ、そうなんです、そうなんです。怖くて森田君だったら何言ったり、そうですね、やっぱ踏みつけるぞって感じ。どうですか、森田さん。悪い気はしないです。ありがとうございます。なるほど、 S 攻めがあるって、 S 攻めがあるって、多分そういう、多分だからそれで切っていったっていう、多分切れ味かなと。でも本当にもう他にも稽古でも人一倍頑張っている、誰が、ご機嫌な日は下ネタが止まらない。お酒を飲むと止まらない。ひだちゃんのお酒好きなんですか。あ、そうです、お酒飲む大好きで、行くとやっぱ盛り上がっちゃうんですよね。あ、じゃあもう B はさ連邦です、うん、そうですね、はい、もう、でも全然あの連日連夜朝までですから。はぁ、やっぱり私練習スケジュール派だから、やっぱりもうフォロー遅いよ。え、本当ですか。青春派、自分で青春派って言わないですか。そうなんですか。あれ、でも誰もやってくれないから、もう自分で言わなきゃと思って。いや、自分で言う方が嘘くさく言わねえよ。ちょっと言ってください。言わねえよ。いいですね、オールドチーム、いいですね。ありがとうございます。40前です。安定感が半端ないですね。私たちはこれからね、35、ね、あのチーム4、40前っていう、4時前から、4時前で40前っていう、はい、やっぱよろしくね、よろしくお願いました。ライバルだよ、これから。勝手にお姉さんグループがねえ、じゃないですか、素晴らしい、素晴らしいですね、そういう感じになってそうですね、はい。じゃあ、そのまあちょっとお酒つながりで、まあ、わさびさん行きましょう、うんうん、いや、これ以外ですよ、わさびさんがもうとにかくもう酒癖がっていう、その食べ方が、まあ、私も何回かわさびと飲み行ってますけど、まあ、すごいですよ、はい、まあ、そんなになんだ、なんかですね、で、その中であったのが、はい、まあまあ、酔っ払いの女王の称号を持つわさびだが、最近どこでも寝るので、どこでも爆睡女王の称号を得ようとしている。そんな、どこでも、あ、確かにどこでも寝ちゃう、なんか最近体力の衰えを感じていて、なんかいろいろ忙しいから、そうですよね、はい、稽古やあと映画とかもね、はい、上映会あったりとか、そうですね、うん、映画撮影があったりとかいろいろなんで、うんうん、で、なんかネタも書いたりとかもしてるんで、 だ、ね、だからもう、飲むと酔っ払うと寝ちゃう、うん、そうだ、うん、で、それをなんか結構皆さん写真に収めてくれてるんで、収めてくれてるんじゃない、嬉しいの、なんか収めてくれてる、それを私の寝姿見て、ウルトラ USB に全部ぶち込んであるんで、あー、なるほど、はい、あ、じ
じゃあわさびさんファンは USB 買った方がいいと思う。これは買うぞみんな。これは買うぞ。なんかさ、わさびちゃんってさ、まあそういう風にさ飲んで酔っ払って寝たとかまあ多いじゃない、はい、今までその中でも、うん、これは酒飲んでやっちまったベスト3ってどんなのがあるの。あー知りたい。なんだろう、あんまり覚えてないんですよ。だからそれすら覚えてない、はい、いやなんか起きたら知らない男性がいたとか。それはそれがなくて、それは全くなくて、なんか帰巣本能がすごい強くて、何にも記憶なくても絶対家に帰ってるんですよ。でそれすごいな。潔癖症が強くて、ね、スーパーですよ。あ、そうなんですか。家とか遊びに行ったら全部脱いでって言って、多分例えば川口と森田君行ったら全部洗濯機洗われて、はい、そうですそうです、本当です。スーパーにされてこれ着なさいみたいな服があるらしいんですよ。私が用意した服じゃないとちょっともう無理ですよ。マジすか。まあ悪い気はしないですけど。何でもいけるぞ。ド M か。何でもいける。私自身ももちろんその人だけじゃなくて、うん、家帰ったら全部玄関で全裸に ならないと家に入れないっていう。自分の家でも。なんです、はい、パンツも脱ぐ。パンツまで脱がないと気が済まないんですよね。なんでそのくせね、はい、僕の家で一回ドリームショーメンバーで焼きそばとか食べたんですけど、酔っ払って、はいはいはい、あるじゃん俺の家のところにさコンセントいっぱい刺すとか、あ、はい、そこの差し込み口にずーっと焼きそばを入れようとするんですよ。やめろっつって。何それ。それを俺朝までやられたんですよ、5時まで。すごいすごいすごいですよ、私。そうなんですね、あの時はね、お世話になりました。すいません、そうなんです。とんでもない。それでそういう風に自分でも、家でもすっぱらかになって入る、はい、そうなんです。なんで、本当に究極酔っ払ってる時は、裸のまま風呂場の脱衣所までたどり着いたところで力尽きて、あの脱衣所のあの足拭きマットをお腹にかけて寝てた。これは何度もあります、何度も、何度も洗濯機の前で寝てたとか。洗濯機の前で裸なんです、いつも連絡来るのが、風邪ひいちゃったかもみたいな。酔っ払うとすぐまーちゃんに電話したんですよ。大好きだよ、愛の告白が半端なくて。そういう時まーちゃんどうすんの、またかよ。いやもう、どうしたの、あ、そうってずっともう1時間、あ、そう、うん、よかったね、優しいのまーちゃんがね、また一生言ってるんですよ、一生。でも嫌な気しないんで、ずっと好きだよとか、うん、本当好きだよってずっと、分かってる私のことはとか言ってくるんで、あの、可愛いなと思って。嫌な気はしないですよね。記憶ないんですけど、でもなんか頭が回転してるみたいで、まーちゃんのどこが好きかとかも全部多分言ってる。言えてる言えてる、うん。例えばどこを言われたんですか。まーちゃんいつも優しいところ、やっぱすごいと思うんだ、好きだよって言われました。ありがとう、まあ、ありがとう。バーゲン本当仲いいから、すごいですね。多分お互い知らないことはない。多分喧嘩したりしたことあんの。しますよ、しますしますしますけど、そんな喧嘩する。何で喧嘩した。なんだろう、私がいつも怒ってる。怒ってるよね、なんか。どういうことで、ちょっとこういう風にしてよ、もったいないじゃんみたいな。そうですね、そうです。なんか、簡単に分かったって言わないでって言われました。うわ、言いそう、わさび。超怖えよ。めちゃくちゃ怖え。めちゃめちゃ怖え。ちゃんと理解したら分かったって言って、これが会社だったらあんた終わるからね。はい、すいませんでした。言うけど、そうじゃないですか、全然理解してないのに、分かった分かったってなんか怒り方がえげつなく怖い。ね、えげつなく怖い。それ何、まー、あ、ちゃんから怒ったことあんの、わさび。あ、それはでも結構本当真面目な、本当にいけないよって時しか怒らないんで、全然怒ったりはしないですね。全くないですね。すごいコンビだよね。いやなんかちょっとあのね、美穂ちゃんじゃないですけど、いろいろミスが多々ありまして、ネタライブの本番に、曲がないとネタできないのに、曲持ってきてなかったから、どうするって、急遽ネタ変えたりとか。なるほどね。やるやるっていうのももう、イライラしちゃって。1個そういうのってイライラすると止まんなくなっちゃうんだよね。そうなんですよ、また今日もかいってなるんで、それでブチ切れたりとかよくありますね。全然全然。それ以外は仲良しですね。はい。あ、この、あの、一昨日ぐらいかな、あの、間近で股間を、あの、見せました。はい、なんで見ました。なんで、あの、番組で。ティーバッグを、股間を見せたの。ティーバッグ履いて、でもその番組出しちゃいけなくて、私がデッサンするってやつ、間近でこう、股間見ながらデッサンして。私の股間を、私がパールのパンツを、ティーバッグを履いてるっていう股間を、あの、デッサンするデッサン。仕事。どんな仕事やってんの。仕事選んでいいんですか。それでお金もらいました。
お金もらったらアベマ的なことですか。アベマでもアベマ的なことですか。アベマでもネット番組で、すごいね。その相方がその相方の見て絵で描くっていう企画なんだ、うん、そう、そうですね。大川さんやったらいいじゃないですか。絵上手なんだ。俺が片岡の気分やりましょうよ。誰が見たいんだよ。見たいよね。見たいよ。視聴率ないことないですけど、まあ、いやで企画としては面白いね、それ。確かに面白いですよ。なるほど、そんな感じみたいでございます、はい、わさびとしてはそんな感じでございます、はい、じゃあ、上原さん、まあ、じゃあ、はい、来ました。なんかですね、昔毒もやってたらしい。はい、ただ、その未だにそのモデル時代の友達に会うと会った瞬間笑われるらしいんですよね。毒もじゃないですよね。あのブライダルモデルとかだよ。はい、ブライダルモデルやらせていただいて。ブライダルモデル、そうなんです。あの渋谷にある結婚式場の、あの、うん、何でしょう、あの看板とか、あと、うん、ゼクシーゼクシーに乗ったんですよ。まだ、ね、痩せてる時です。16キロ痩せてる時です。16キロ。だいぶファットになっちゃったね。はい。16キロすごいね。まるっとして。まるっとしちゃって。まるっとして。それ何年前ぐらいですか？5年前ですね。5年前。ああ、5年前。5年前です。5年前です。それ面白そうだね。そうですね。なんかそういうモデルの旦那さんみたいなとこ。そうなんです。すごいかっこいい男の子と一緒に。ちょうどいい感じするよね。そうですね。そういう看板には。はい、そうですか。確かに、うん。今でもですか？今でもちょうどいいですか？いや悩まないで。やりたいから。やりたい。いや幸せな、どこにでもいる感じの30代なんで。ちょうどいいかもしれないですね。どこにでもいる感じ。なんか、あ、こういう感じで着れるんだみたいな。あー、なるほど。いや、そのすごい綺麗だったんですよ、昔。わかる。めちゃくちゃ綺麗。そうです。どこにでもいるじゃなかった。綺麗だったんです。でも今普通どうするの今後、そのさ、ね、はい、マーチョもやったらやっぱ美人なわけじゃん、はい、美人美人で行くのか、もう行き切っちゃうのか。痩せますよ。だから2週間後はお会いしましょう。皆さん、2週間後お会いしましょう。絶対食べて、だってこっからね、稽古もいっぱいあるからストレスもたまるだろうし、食べちゃうでしょ。食べちゃうんですよ。いいんじゃない、年明けから ね。なんでそう、あの、太らせたがりますよね、片岡さんは。いや、絶対やっぱ太ってた方が俺はいいと思っちゃう。え、太ってる芸人いっぱいいるんですもん。負けちゃうんですもん。いや、だからちょうどいい感じじゃん。いや、あんだ多分、ここら辺、これぐらいのなんかムチムチ感がいいっておじさん多いと思うよ。多い、そうです、多いです、ね、人気あります。そうです、そうかな、そうですかね。そうなの、みんなムチムチ好きね。あのブルーのキャストが見に来てます、はい、そこに。あら、ああどうもどうもどうも、リュウエモンが、リュウエモンが来てます。あ、リュウエモン、タクシー運転手のリュウエモンが。一般人すごいよね、タクシードライバーまで出ちゃう劇団。すごいです、すごいですよ、面白い感じでございます、はい、そんな感じですか。はい、そうですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあもう、あの、せっかくなんで、なんか告知とかあればあります。じゃあ、4時前2019年の1月15日に15、ね、エビスクレアートさんでデビューワンマンライブをさせていただきます。すごい、すごい。はい、チケットがもうすぐ発売になるので、皆さんぜひ友達5人ずつぐらい呼んで遊びに来てください。5人ずつ、最初は大事だからね。大事、大事、大事。キャパは何人ぐらいなんですか。キャパは300人。うわ、すごい。へー、なるほどね、はい、もう中身はもう1時間とか2時間ぐらいのワンマン。1時間半ぐらいですね。お披露目曲あったり、ちょっとおしゃべりあったりとか。はい、そうです。初めてなんだ。え、メンバーはもう公表してんの？メンバー自体はツイッターでは公表してるんですけど、まだ皆さんの前に立ったことは全くないメンバーなので。じゃあ立ち位置とかもあったりとかね、はい、どんな衣装を着るのかとかも楽しみにしていてほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。楽しみ、お願いします。他なんかあります？告知。これいいですか？いいよ、はい、ありがとうございます。はい、残地妻からなんですけれども、はい、あの、私、あの、ショートムービーってに一度出演させていただいてて、はい、あの、
今年もやるんですけれども、来年か、来年もやるんです、うん、今年2018年にさぬき映画祭っていう映画祭があって、聞いたことある、はい、その中でストーリープロジェクトっていうところでグランプリを取らせていただいたんです、うん、すごい、はい、そうなんです、で、ホームページからたった5分なんですけれども、5分の間にすごいドラマが詰まっているので、ぜひ皆さん YouTube で見れるので、ぜひワンクリックしていただいてご覧いただけたらなと思いますので、はい、だって5分でさ起承転結があるわけでしょ。あります、結構面白い感じになってると思います。何人ぐらいのキャストが出てるんですか。結構出てます、20人ぐらい出てるんですけど、はい、5分で、はい、でも私メインの、やらせていただいてるので、はい、もうぜひ見ていただきたいなと。で、ツイッターでね、ハッシュタグでひだなおよかったって言ってつぶやいていただけたらすごく助かります。見てもらった方がいいもんね。はい、はい、そうなんです。じゃあ今年もそれはまたあれですか、まだエントリーしたいなと思ってるんですけど、ちょっとまだ作品ができてないので、ただ、はい、ね、ちょっと考えたいなと思って。一回見てみます、僕も、ね、ありがとうございます。ぜひ皆さんお願いします。お願いします。そして今週の朝日芸能で、わさびの水着が見れます。はい、大事です、お願いします。誰もドリームショーの告知しない。いや、しません。何しに来たんですか。どうぞ、キュウトさん、何かある？いや、特に、あ、大塚ドリームショーで。そうですね、そうです、その話をしないとですよね、はい、うん、はい、ピンクチームとブルーチーム、先にブルーチーム、はい、ブルーチームね、まもなく始まりますね、はい、ブルーチームはいつですか、はい、ブルーチームが18、19、25、26の全4、8回公演になっております、ね、昼夜ありますので、ちょっと飛んじゃうんですけどね、はい、ぜひぜひ皆さん、ね、はい、クリスマスもやっておりますので、ぜひ、はい、25日ですか、ね、はい、25日、ぜひ、またね、レッドは今やってるんですけど、はいはい、レッドとまた全然違うもんね、テイストもね、うん、そうですね、全く違うと思います、うん、はい、昨日も見させてもらいました、前も見ましたけど、ブルいいですよね。ありがとうございます。やっぱそのなんだろう、役者さんが多いんで、そうですね、うん、芸人さんの方がほぼ少ないよね。そうなんですよ、うん、はい、うん、多分一チームに 2,3 人しか芸人さんいらっしゃらないので、ね、あと全役者です。レントとだいぶ違いますね。レントはもう、はい、ザ・吉本です。そうですね、はい、なんか、ああ芸人はこうやってやるんだっていうのを、ああなんかそういう女優さんとか俳優さんは、あ、そう見せるんだな、そんな短くやっぱ芝居力で見せれるんだと勉強になりましたよね。またちょっと違う人は違いますので、ね、レッドを見た方もブルーすごく楽しめ楽しめると思います。ぜひぜひお願いします。はい、そして、はい、年末すごい本当にど年末になって、12月の27、28、29、30、31、5日間やらせていただきます。はい、はい、ピンクチームね。はい。はい、で、ビッグチームは演出が今やっているレッドと、はいはい、同じ横山さん、天狗の横山さんが演出をしていて、はい、またブルーともレッドとも全然違う感じで、特徴としてはですね、超個性派役者だけが集まってます。なんだろう、ちゃん、普通の、なんて言うんでしょう、真っ当の人がいないというか、個性派の人だけが集まってる。やっぱわさびが集めましたから、青太郎が集まってる。青太郎ばっかり集まってる。一匹狼やろ。いや、ジズマのブルーも出てますが、ピンクも出てますね、はい、どちらも出てくれるみたいな、はい、個性派役者の一人として呼ばせてもらいましたので、はい、まあ、なかなかね、27か31とかやってる団体ないですからね、皆さんちょっと年末のお忙しいとこ遊びに来ていただければと思います。お願いします。そんな感じですかね、はい、さあ、そうこうしていたら浜口画伯のですね、はい、清田恵梨香さんの似顔ができたので、これ見て、完コピですよ、完コピ、完コピ、完コピ、じゃあ似ていたらね、皆さん盛大な拍手でね、外のお客様もお願いします。彼女ですよ、私です。さあ、じゃあ行きましょう。オープンザ似顔絵ザン。あー、すごい、すごい。これ画伯的にいかがですか。だから完コピです。モニョモニョってなってた。すごい。清田さんから見てどうですか。完璧というか、可愛らしく描いていただいてる気がします。可愛いですよ。可愛いです。バーゲンとかから見ても似てます。似てますね。こういう顔しますもんね。あ、この口が特徴なんだろうね。あと眉毛のね、ちょっと悲しげな感じとかもすごい。この顔だよ、いつも。この顔。で、ちょっと困った顔というかね。はい。これでウフフって言ってますからね。ビールにしますかって言ってる。うん、そうそう。最高。
素晴らしい。すごい。宝物だね。やった。ありがとうございます。ガハクはまだドリームショー見に来てないんですけど、いつ見に来てくれるんですか。今でしょ。今でしょ。そんな振りじゃないっす。先週見に行くって言ってたじゃねえか。まあ時間があれば。まあどっかでブルーが見に来ると思いますからね。ぜひぜひ皆さん楽しんでいただければというわけでございまして。今日もね、魅力度数はもうスペシャル回は計らないんですけど、はい、多いですよね。たくさんいますね。すごいすごい。いやでも今までのドリームショーの中ではマックスですよ。マックスを上げしてます。さすが皆さんでございます、はい、というわけでございまして、また来週も再来週もあと2回はドリームショーメンバー、はい、うん、おお、なるほどね。ですか。いいです。ドリームメンバー、はい、楽しそうです。皆さんよろしくお願いしますということでございまして、はい、ここからもまだまだね、ツイッターとかで拡散してやっておりますんで、皆さんよかったら遊びに来ていただければと思います、はい、ということで、今週のゲストは大塚ドリームショーの皆さんでした。バイバイ。ありがとうございます。